両足ジャンプから助走をつけると、途中で少しだけ足踏み。そしてまた飛び上がるようなフォームで右足を振り抜くと、ボールはゴール左下に吸い込まれた。9月14日に国立競技場で行われた J1 リーグ第30節、FC 東京は4対1で名古屋グランパスに快勝。2点目となる PK を決めたのは FW ディエゴ・オリベーラだった。 実際の映像、本当はドキドキしていた、ように見えない。ディエゴが決めた、独特すぎる PK 独特すぎる蹴り方で PK の名手として話題にもなるベテランスケットだが、意外にも蹴るのは5月11日のホーム歌昔はレイソル戦で決めて以来、今季2回目。それでも名古屋の GK ミチェル・ランゲラックとの、我慢比べ、お制し 動きを見ながら逆へ流し込む貫禄勝ちのようにも見えた。なぜ、あんなにも落ち着いて決められたのだろうか。前半13分に MF 東慶吾のゴールで最先よく先制すると、前半29分にフォワード中川照人が倒されて獲得した PK だった。太郎からどうするって言われて、フォワード荒木亮太郎との相談でボールを受け取ったが、 並々ならぬ思いがあったと振り返る。やっとやっと、ゴールが自分も含めてみんなで入ったと思います。皆さんわかっている通り、私たちは厳しい状況でした。7月13日に同じ国立でアルビレックス新潟に2対0で勝利して以来、チームは直近6試合で2分4敗と苦しんでいた。さらに PK を蹴るのは久しぶり。 本当はドキドキしていたところがあったんです。落ち着いているように見えたところもあったと思うのですが、本当に緊張しているところもありましたというのが偽らざる本音だ。そのような状況で、一切の緊張を感じさせないのはさすがの一言。D. オリベーラは試合後、その理由をこう語っている。 私たちはいつも練習をして、やっぱり普段の練習というのが、今日の試合にも出たということです。何にせよ、いいゴールを決められたので良かった。貫禄の PK は、日頃の練習のたまものだった。